8月31日午前と午後の合間のひととき、サッカーキングハーフタイムの時間です。出し切れ明るい明るい、素晴らしいですね。本日の MC を務めます佐々木香織です。よろしくお願いします。そしてアシスタントは木曜レギュラー J リーグサッカーキング安田編集長です。よろしくお願いします。そして今日は始まる前も大人がいっぱいいましたね。はい、向こう側にね、すごかった。本日のゲストでございます。まずは元サッカー日本代表で現在はガイナーレ鳥取の GM を務めます岡野正幸さんです。いや、岡野さん、いや、来たー、濃い濃いっていうね、すごい素晴らしい。時々漁師って書かれてますけど、ね、もう完全漁師ですね。今岡野さん本当に走ってきてるからね、ここまで。本当に鳥取から走ってきてるから、そうですよ、本当に当たり前です。さあ、そしてもうこの番組でおなじみでございますモノマネタレントの小庭さん、よろしくお願いします。おとといの報道ステーション、伊達公子さんの松岡修造さんの話からゴンさんに変わるという神の絵が出ましたから、ね、今日はそのつもりで来てますから、よろしくお願いします。そうですね、熱盛お願いします。はい、はい、そして、はい、このお方は皆さん誰だかご存知でしょうか。ゴール裏で全力で応援する姿が話題となり、CM などにも出演されています。全力さんです。よろしくお願いします。大人気ですよ。すごい、もう写真がすごい。すごいなこれ。代表ユニ来てます ね。そう、去年のサウジ戦ですかね、多分。おお。いや、すごいな。背高いよねってコメントありますけどね。186ですね。これ運動やられてました、全力さん、なんか。いや、何もやってません。もったいなー。もったいないなー。いや、やんないんですよ、全然。全然。もう応援一方で。すごいな。もう今日画面圧たっぷりでお届けしますが、はい、皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、本日はいよいよロシアワールドカップアジア最終予選オーストラリア戦がキックオフとなります。そして月曜からお伝えしている日本代表応援ウィークパート4ということで、約7時間半後の試合へ向けて視聴者の皆さんと日本代表を応援し、せっかくですから岡野さんにもお越しいただきましたので、今日の試合についてやご自身がご経験されましたアジア最終予選についてもお話を伺いたいと思います。今日はよろしくお願いします。お願いします。岡野さん、今日大事な試合にここ八丁堀とかにいて大丈夫ですか？全然大丈夫です。いろいろ心配が、ね、大丈夫です、はい、今日はいろいろお話伺っていきたいと思います。全力さんは、はい、スタジアムの方には直行ですね。早い、入りが早い。皆さん本当ね、 お忙しい時にすいません、お願いいたします、はい、それではまず本日のラインナップご紹介します。今日は最新のニュースをお伝えしました後、日本代表応援ウィークパート4、岡野正幸が生出演、絶対に負けられない運命の一戦を全力応援をお届けいたします。この番組はニコニコ生放送、 YouTube、ペリスコープで配信しています。チャンネル登録、フォローをぜひお願いいたします。そして31日本日に運命の一戦を戦う日本代表へのメッセージもどしどし皆さんお願いします。では本日のハーフタイムスタートです。そしてここじゃなかった。まだだった。ここでいいんですか？いや、もうニュース。あ、もうニュースいっていいんですね。はい、はい、では本日のニュースご紹介していきます、はい。まずはこちらですね。日本代表オーストラリア戦に挑む23名と背番号が決定。はい、柴崎は7、初招集の杉本は14。うん、2018FIFA ワールドカップロシアアジア最終予選オーストラリア代表戦に挑む日本代表メンバー23名と背番号がアジアサッカー連盟公式サイトにて発表されました。本田圭佑や香川真司らが順当に選出されたほか、代表 初選出となった杉本健勇もメンバー入り、背番号は14に決定しました。なお今回は27名が招集されているため、上田直道、三浦玄太、小林勇気、武藤義則の4名が外れています。日本対オーストラリアの一戦は31日埼玉スタジアム2002にて19時35分キックオフとなっています。はい、いかがでしょうか。背番号1さん出ますか？出ますかね。出ない、出ない、まあ、ちょっと武藤選手は個人的には見たかったんですけどね。やっぱり岡田さん、僕はやっぱ基本的にやっぱこの得点力っていう部分を、はい、やはりこの今の日本はもうちょっと個人的にはこれだけのメンツが揃ってるんで欲しいのかななんて思ってたんで、うん、武藤選手の
あの最初入ってきた時の状況はいいなと思ってたんですけど、そうですね、うん、やはりなんか日本は、ね、よく決定力不足って言われるんじゃないですか、うん、決定力不足というよりチャンスが少ないんですよね、はあ、なるほど、結構だからバルセロナとか見てると、はい、メッシとか結構外してるじゃないですか、はい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 、それだけチャンスが来てるっていう、うん、だからやっぱりチャンスをどんだけ作り出せるかっていうのが、うん、なるほどね、なんでやっぱり武藤選手とかフォワード決定力の手前一個手前のチャンスメイクっていう部分が、そうですね、やはりどこまでえぐれる相手をえぐっていけるかっていうところがやっぱ得点になるんで、うん、やっぱこうアーリーだけ上げててもなんか点は入らないんで、やっぱどこまでえぐれるかっていうやっぱ選手が出てくると得点は取れるのかなって感じです、ね、なるほどね、うん、そうかそうか、全然関係ない話で申し訳ないんですけど、私アーセナルファンでして、今のアーセナルの現状にも言えることでぐさぐさ言ってすごい今のすごい心に響きました。すげえガイナレじゃなくてアーセナルの GM をやるんじゃないこれきっかけに本当にはい、うん、でも杉本健佑選手もメンバー入り14番ということですけどね、戦、うん、はい、力差いかがですか。元ベルディだったんで、うん、そうかそうか、そうですよね、ですよね、確かに本当嬉しいですね。どういうところが、どういうプレー期待したいですか。プレーですか、うん、プレーまだまあ点取ってくれれば万々歳です、うん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 、でも全力さん、あの、はい、ハリル・ホジッチ監督が個人的になんか肩をこうやってやりながらすごくなんか教えてた場面とかちょっと出てたじゃないですか、うん、あ、そうなんですか。そうなんですよ、だからそういうところで、はい、多分結構で期待はかけてんじゃないかなって、うんうんうん、ケンイすごくいい人なんですよいやなんか全力さんが言ったら本当にいい人なんだろうなって、はい、全力で言ってくれるから、うん、で小林勇気もちょっと頑固なんですけど、はいはい、すごくサポーター思いなんで、ちょっと今日残念で、そうですよね、うはい、ではね、続いてのニュースもいきましょうか、はい、続いて家長奥野が2得点の川崎仙台が先勝、阪神ダービーとセレッソ大阪対浦和はスコアレス。 2017J リーグ YBC ルヴァンカップノックアウトステージ準々決勝第1戦が30日各地で行われました。ヴィッセル神戸とセレッソ大阪はホームにそれぞれ ACL 出場枠のガンバ大阪と浦和レッズを迎えました。阪神ダービーとして注目を集めた神戸とガンバ大阪の対戦、リーグ不調から抜け出したいセレッソ大阪と浦和の対戦は両者とも決定機を生かせず、スコアレスドローに終わりました。川崎フロンターレと FC 東京の玉川クラシコは家永明弘が後半に2得点を決める大活躍を見せた川崎がホームで2対0と先勝しました。 J リーグで首位を走る鹿島アントラーズをホームに迎えたベガルタ仙台は64分にゴールを決め、わずか5分の間に2点リードを奪います。その後、鹿島の土井翔馬に1点を返されるも、奥野の2得点目で突き放したベガルタ仙台が3対1で勝利、見事下克上を果たす結果となりました。セカンドレグは9月3日に行われます。はい。まあね、代表組がいない中での試合っていうのはね、うん、ちょっと結果にもちょっとなんか影響出たのかな感はちょっとありますね、戦い方がね、うん、変わってきますよね、今ちょうど出てますね、なるほど、うん、はい、そうですね、今試合結果とトーナメント表が見ています、出ています、うんうん、鹿島でいうと両センターバックがね、そうですよね、そうなんだよね、うん、これ試合日程もね、ちょっとね、うん、次日曜日か、うん、結構詰まってますね、そうですよね、まあでもここでちょっとアピールするっていうのもやっぱり大事ですから、やっぱりね、こう招集されてない選手は特にやっぱここにしとくことによって、まあ今のハリオジッチ監督がまあ継続していくんであれば、やっぱりすごくピックアップしてくれるじゃないですか。岡野さんなんかやっぱりそういう部分でも、例えば招集されてなかった時に、何クソ絶対次招集されてやるからっていうので、こういうカップ戦とか戦ったりとかリーグ戦とか戦ったりとかしてました、ね、もう間違いないですね、とにかくその、まず J リーグっていうか、あのまずその私だって浦和で目立たなかったら、うん、まず代表には選ばれないですし、うん、J リーグの中でも目立たないと選ばれないので、うん、で逆に外された場合はもう次絶対入ってやるって気持ちで、うん、もうとにかくそのチャンスはピッチにありますから、うん、出た時にどれだけできるかっていうのが、そうですよね、はい、と思うんで、だから全部がもうチャンスってことなんですよ、チャンスです、はい、そうか、そういう部分で見るとまた僕たちサポーターとしての部分も面白いですよね、全員にチャンスがあると思って、じゃあそのチャンスを誰が掴んでいくんだっていうところで、それがもうすぐ3日後にまたね、そうですね、そうか、そうか、はい、はい、セカンドレグも応援しましょう、はい、はい、そしてですね、これミッシーさんの現地取材を先に行きますかね、はい、はい、ミッシーさんがですね現地取材の模様があるということで、
こちら VTR はあるんですか？いや、ないです。じゃあ私の読みで、はい、じゃあバイミッシーさんだと思って聞いてください。昨日の日本代表はハリルホジッチ監督の前日会見の後18時から前日練習がスタート。恒例となっている5対2のボール回しから始まり、軽めのジョグでピッチを2周しました。そしてストレッチ、サーキットトレーニングがスタートしたところで冒頭15分の公開練習が終了。その後ディフェンス時のセットプレーの練習をしたものとみられます。なお東口選手に聞いたところ、おととい29日の非公開部分の練習ではオフェンス時のセットプレー練習をしたとのこと。昨日の練習は1時間程度と軽めの調整で終わりました。現場からは以上ですと。それだけ。はい、有能点点点っていうコメントいただきました。ありがとうございます。これやっぱり直前の練習はやっぱり軽めに、あとセットプレーの連携の部分のみの練習ということなんでしょうね。岡野さん、これはご自身だとどうでしたか。今前の時はどういう風な感じだったか。直前の練習、いやもう直前の時はもうワクワク感とがすごくて、とにかくもうなんかこうなんていうんですかね、テンションだけこう上がって、もう早く試合始まんないかなって感じはありましたね。あ、そうなんですね。まあでもまあね、岡野さんの時はアウェーだったりとかしてたけど、ホームだとまたこう違うもんですか、やっぱり。逆に、いい意味ですごいプレッシャーになるので、あ、なるほど、やっぱホームは勝たないといけないってプレッシャーがあるのでね、そういう意味ではちょっとこう、だからいい風にも持ってってほしいですね、その思いを。はい、今コメントでもジョホールバルの前日はっていうコメントあったんですか。いやもうあれはね、もう二度と経験したくない。岡野さんしか言えない。いやいやいや、もうね、あれ負けてたら私ここにいないですから、ね、もう人形が置いてあるんですよ、人形が。今と全く状況が違うんですよ、で今は本当に多分皆さんがもう出て当たり前みたいな雰囲気になってますけど、あの当時はその前にドーハの悲劇があって、でジョホールバルだったんですけど、もう出なかったら日本のサッカー界どうなんだぐらい言われてたんで、うわ恐ろしい。だからもう選手たち もうみんな胃薬飲みながらやってましたし、うわーすげー。で私なんかあれですよ、あの試合しか出てないんですよ。だからそういうなんですよね、もうあそこで出すかみたいな。確かに秘密兵器ってずっと言われてたんですけど、秘密兵器にしてもあの場面しか出てないっていう、ものすごい恐ろしいわけですよ。後ろからカメラが狙ってるね、僕らいつも映像見ますよ、こうやって岡田さんがちょっとすみません肩こうやって、岡田さんがこうやって何を言って送り出してるんですか。あれはもう岡田さん結構いろんな言葉かけてくれるんですよ。私はあの時は入れてこいだけです。すげえ極論。この人何言ってんのかな。特集に撮っておきたい。危ない危ない、まだ特集じゃないですね。まだ特集じゃないですね。よかったよかった、危ない危ない。ということでここで一旦ニュースは終了なんですが、海外サッカーでも今移籍のニュースたくさん入ってきております。今日がデッドラインデーということで、今日までが夏の移籍の最終日ということでですね、そちらのニュースは本日夜放送の欧州移籍真夜中のデッドラインデー実況でお届けします。佐々木も気になりすぎて吐きそう。もうニュースがね混戦しすぎて、深い BBC 公式いろんなことがありすぎて吐きそうなんですが、こちらお楽しみにいただければと思います。以上本日のニュースでした。ここで一旦 CM なんですが、本日はなんとテレビ朝日さんから CM を提供していただいてます。出たこちらをご覧ください。マリ今日突破なんでそのまま上がるわ。お疲れです。ねえ今日うち来ない？一緒に突破しない？もう全然終わんない。突破までに宿題終わらせるんだろ。ほら頑張れ。パパ手伝ったらダメよ。はい。ワールドカップ決定、夢の切符を手にしました。アジア突破の瞬間は4年に一度のパーティーだ。アジア行こうぜ。待ってこっちは。気をつけろよ。あれも突破ですか。すいません、突破レモン出て。お疲れ様です。お疲れ様です。突破しなくていいんですか。突破しようぜ。勝てばワールドカップ日本対オーストラリア8月31日。では大変お待たせいたしました、本日の特集です。岡野雅之が生出演、絶対に負けられない運命の一戦を全力応援お届け。
イエーイ。さあもうまずはねもう本当にご紹介改めてさせていただくのがちょっと緊張するぐらいなんですけど、まずは岡野さんのプロフィールご紹介させていただきます。1994年浦和レッズに入団、翌95年に日本代表に選出されるとフランスワールドカップアジア最終予選のメンバー入りを果たします。97年マレーシアのジョホールバルで開催されたイランとのアジア第3代表決定戦では延長戦でゴールデンゴールを決め、日本をワールドカップ初出場へ導いてくれました。いやー本当にありがとう岡野さん、本当にありがとうです本当に僕らはもう、ね、プロフィールも94年浦和レッズ入りの前からね相当面白いプロフィールをお持ちでいろいろご紹介したいところなんですが、今日はちょっとジョホールバルの関係について、そして日本代表についてお話伺ってまいりたいと思います、そして番組を最初から盛り上げてくださっています小庭さんもご紹介させていただきます、ありがとうございます。サンミュージック所属のお笑いタレントさんでございます、私太田プロなんでね、あ、そうですよ、もうね、まどなりでございます、いろいろ問題起こして申し訳ありません、はい、謝罪会見の時のためにね、あそこがカメラでねいっぱいになるっていうね、人結構すごかったですね、そうなんですよ、はい、松岡修造さん、石橋貴明さんの多彩なモノマネのレパートリーを持ち、本人たちからも公認されていらっしゃいます。趣味はスポーツ観戦、テニス、サッカー、ゴルフ、バスケットボールなどを幅広く観戦し、各競技のイベントや番組にもゲスト出演されています。ありがとうございます、よろしくお願いします。お願いします。はい、ということで、早速ですが今日の特集の方に入っていきたいと思いますが、もう岡野さんはいろんなところでこのジョホールバルの関係についての講演だったりとかお話もたくさんされていると思うので、はい、もう何回も繰り返しになってしまうところはあるんですけれども、はい、まあ、あえて聞きたいジョホールバルの関係ということでですね、先ほどもニュースのところでちょこっとお話出ましたが、はい、瞬間のことを詳しく伺っていきたいと思います、はい、まずは先ほどもあのタイミングでも本当は、ね、出たくないというか、なんであそこの場所で出したんだっていうことあると思うんですが、まずは試合の雰囲気から教えていただいてもいいですか。もうあの当時はもう今はね、この状況でもすごい叩かれてますけど、日本代表多分私たちの時多分あと3戦ぐらい残して5位か4位だったんですよ、でも絶対に多分もうダメだって言われてたんですけど、なんか韓国のアウェーで勝ってなんか上のチームが負けて、こう最後の最後にこうプレーオフまで行けたんですけど、もう本当奇跡だったんですけど、でその前にもうとにかくそのもう選手たちはもう疲れ切ってたというか、もう日本中から叩かれてたので、まあ結構こうホテルからも出れない状況になったりとか結構大変だったんですけど、私だけ元気で、なぜかというと、やっぱり私試合出してもらってないかったから、とにかく試合出せよみたいな感じだったんですよ。でよく岡田さんの前ビンビン走ってたんですよ。うわーすごいアピールしてる。でまあそこのプレーオフになって、そのジョホールバル行った時にイランとやるんですけど、もうあの前もまあ秘密兵器って言われてたんで、まあこの試合は出るんだろうなと思って用意はしてたんですけど、で日本が逆転されて、あいよいよ出番だなと思って岡田さんの前スライディングとかしてそしたらその、まあ、岡田さんが2人フォワード変えるってことで、よっしゃーってユニフォーム着てたら、ジョー・ロペースって私じゃないですあら岡田さんなんだこの人はってなって、私じゃないんでちょっとふてくされて座ってたんですけど、まあその出たジョーが同点ゴール入れて、でもあの試合勝たなきゃいけないんで、またねちょっとこうジョック始めるというか、アップしてたら、だんだんやっぱあの時のジョホルバルっていうのはもうすごいなんかスタジアムのピッチがすごい状況になったんですよ、でイランもセーフティー、日本もセーフティー、で見に来られてるサポーターが日本じゃなくなるんですよ、なんかガヤガヤしてくるんですよ、うわあ、どうやっぱりドーハの悲劇のイメージがどうしても皆さんあるので、この迷いがそうなんですよ、で1点取られたらもう終わりじゃないですか、だからなんかちょっとこうどういうなんかガヤ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 こう変な雰囲気になるんですよ。不安が渦巻いてくるっていうか。そうですね。でやっぱ雰囲気わかるじゃないですか。で選手たちももう本当そんな感じでやってたんで、よしもうこれはねあんだけ出せって言ってましたけど、もう関わっちゃいけない。もうあんな場面にこんなところで出されてたまったもんじゃないと。まあ変な話よ、本当にこう国をかけた本当あの時って戦争みたいな感じだったんで、ちょっと今の状況とは全く違うんですけど、もうとにかくワールドカップ出なきゃいけない、でまあ日本でワールドカップ開催も決まってましたし、
これは全然違いましたね。もう地獄のような中でやって、で私3回外すんですよもう私も試合中にも自殺しようとかもう変なことばっかり考えましたからねもう日本に帰れないっていう。だからもう本当に今考えると本当タイムスリップして、うん、あれ負けてたら何してんのかなとか、あ、うん、もう本当最悪なんでも二度と経験したくないですけど、うん、はい、今コメントにもずっとありましたけど、うん、あのパイプ椅子が投げられたとか、うん、が投げられたとか、もうそうなんですよね。今の批判されてる状況とはちょっと違うというか、うん、まあ、イメージ、うん、私その当時のことをあんまり覚えて、はいはい、まだ小さかったのであれなんですけど、うん、あのすごく過激だなっていう映像とかを見て思うんですけど、その状況の変化についてはどう思うんですか。やはり今はやっぱりネットというか SNS ので結構こう書き込みが多くなって、でまあ本当にこう何ですか、ね、なんていうの、インターネットで見れるじゃないですか試合とかも。でもあの当時ってもう本当にライブというか見に来ないとなかなか情報が入んなかったんで、多分やっぱ見に来られた方がそこの場所で熱くなるというか、だからもう観覧選手にこう言ってくるっていうか、直接やっぱり言ってくるっていう、だからすごくまあ本当になんか、まあでもそこの中でやっぱ勝った時は一体感が生まれてって感じだったんで、まあ本当に一緒に戦ってる感じはすごくありましたけど、まあ今でももちろんそうなんですけど、ただ今情報が入ってきやすい分また違う意味でこう攻撃はされるんでしょうけど、僕らの時はもう本当にスタジアム その終わった時にもう外で囲まれたり、ね、はい、そこしかコミュニケーションが取れる場所がなかった、ね、あのバスが動けなかった時とか、うん、今の日本のこのね、うん、例えば今日もありますけど、うん、6万5000人がバスをこうやって囲むなんて絶対ないじゃないですか、ね、もうでもあんなことができてた時代で、うん、ね、多分日本で一番卵が消費されてたというさ、あの場所、そうでしょう ね、 ね、すごいよなあれは本当に、うん、暴力はダメですね。ああそうね、暴力はダメ、はい、ね、ね、それ全力さんね、全力さんポリシーとしてね、まあ、うん、選手は頑張ってるんで、ああ、うん、負けてもとりあえず後押しをしないと。あ、素晴らしいですね。いつも全力さんはどういう気持ちを持ってこう選手の応援っていうのはどういう気持ちでこう押してあげてる感じですか、背中を。うーん、そうですね、まあ、サポーターはやっぱ応援しかできないんで、うん、まあ、その分選手にも頑張って、うん、まあ、サポートをして、うん、まあ、少しでも力になればいいかなっていう感じでやってますね。あ、もうそこ謙虚さのね、応援するんだけど謙虚さがそこに、あ、なるほどね。でもどうですか、やっぱり、はい、こう自分の思いをすごく爆発させたくなる時、まあ暴力とかじゃないけど、はいはい、あったりはしましたか、今までも。どうですか、やっぱ思いっていうのはほら、まあ、この写真見てさ、ね、思いを感じないわけないからさどうですか、やっぱりそこはやっぱり、はい、思いを爆発しないで我慢するっていうのもやっぱり次に向かっていこう向かっていこうっていう気持ちだったんですか、やっぱり大体応援で負けても。そう、まあ、サポーターも選手も含めて一個のチームなんで、うん、あ、選手が悪いわけじゃないんで。あ、皆さん泣く時間です、今泣く時間です、本当に嬉しいですよね。でもね、これ岡野さんね、いやもう嬉しいですね、ブーイングはいいと思うんですよ、はいはいはい、ただ野地はダメですね、罵倒とかは絶対に。ブーイングはそうですよね、ある意味それも文化ね、うん、一つで、うん、やっぱりそのほら愛を持ったブーイングって選手も分かりますよね。分かります、分かります、ね、まあ、選手が一番気づいてると思いますよ、うん、今日はブーイングされるだろうなとか、うん、そういうのは分かってるんで、ブーイングする場面で拍手はダメですよ、うん、ああなるほどね、はい、あ、やっぱり海外の、ね、応援だと結構ヤジとかも多いですけど、うん、それはこう海外のナショナリズムと日本のナショナリズムってまた違いますからね、うん、そうですよね、日本ならではのこうサポーター精神っていうのがあってもいいかなっていうのは思いますよね、うん、確かにね、はい、そしてあの皆さん20年前、ちょうどジョホールバルの歓喜が20年前ということなんですが、皆さんちなみに20年前はどうされてたのかなっていう話をも伺っていきたいんですが、小庭さんは。僕は15歳ですよ、15歳の時、はい、え、あの時ってこの時期ですよね、確かね、あの、うん、予選ってね、11月か、11月ですね、修学旅行がちょうど終わって卒業に向かっていく時だから、うん、でも見てた気がするな見てて、やっぱもうみんなのこれがもう何が起こったんだろうっていうのでなんか見てた気がする、うんうんうん、うわーっていうのを、うんうん、天力さんは、わあ、子供だったんで、はい、夜寝てまして、寝てで、翌日親から聞かされまして、あ、決まったんだって言った感じですね。そうなんですよね。私もね、あの子供だったので、うん、
あの本当にはっきりとした日本代表のイメージってもう私は日韓からなので、ちゃんと試合を全部見てってですよね。なのでもう歴史の1ページみたいな、ドーハの悲劇そしてジョホールムの歓喜って歴史の1ページ一つのこうセットじゃないですけど、そんな気分で見ていたところもあるんですけど、当時だからね、98年のワールドカップが決まった瞬間に、あらゆる文房具屋さんにワールドカップのあのマークが入ったキャラクターが入った文房具が売ってました。本当にその辺もすごく聞きたくて、それまでは日本でのワールドカップに出たことがなくて、ある意味こう親しみも少ないものだったわけじゃないですか、サッカーに対して。それがこう今や日本のもう一つの文化としてしっかり根付いていく過程を生み出したのが、まあ、ジョホールバルの歓喜というのが一つの境だったのかなと思うんですが、その辺のこう時代の移り変わりみたいなのはどう感じましたか？そうですね、やはりあそこで日本がワールドカップ出たということで、多分日本中の方がサッカーっていうものを見ていただくようになったのかなって感じはしましたけどね。それまではもちろんずっと昔からサッカーは日本代表を応援してた方は、多分ジョホールバルとかも気にして見てたと思うんですけど、あのワールドカップに出たことによって、やっぱりこうテレビとかでもずっと毎日ワイドショーとかで放映されるようになって、それからやっぱサッカー人気というか、サッカーを見てくれる方がまた増えてって感じはすごくその時も感じましたし、まずやっぱこう日本に、私たちあの時ジョホールバルとかっていう海外にずっといたんですけど、日本に帰ってきた時にやっぱ空港着いた時になんかすごいなんかこうなんですか、人がいっぱい来てて、お帰りなさいってなった時は、あ、こんな状況に日本はなってんだっていうのは入ってこない。あんま日本の情報入ってこなかったんですか？全然、あの昔はやっぱりさっきも言いましたけど、こういうスマホとかもない時代だったんで、で新聞も3日遅れぐらいに来るんですよ。だから全然日本がそんなに盛り上がってんのかなっていうのも分かんなくてですね。でしかもあれ夜中だったと思うんですよ、ね、で、まあ、日本に電話した時に、なんか皆さんがわー騒いでるからどうしたのっていう感じぐらいで、うわ温度差、はあ、じゃあその現場の空気しかわからないわけですね。全然わからないです、で帰ってきたら結構こうなんかこうわーってなってて、でもなんかこう裏側に帰ったらこう手振ったりとかで、結構そのすぐに結婚式がなんかあったんですよ、選手の。で表参道歩いてたら、うわーって囲まれて、こんなことになってるんだみたいな、ちょっと人間不信にもなりましたすげー。試合の直前とか試合の段階で入ってこなくてよかった情報かもしれません。そうですね、逆にそうかもしれないです。でも本当にそれからね、やっぱり日本代表がずっと頑張ってくれて、もうずっとワールドカップ出てくれてるんでね、またそれは非常に良かったなと思ってますし、はい、すっげえな一夜にしてもガラッと変わっちゃったわけですね、人生も。そうですね、友達がどんだけできたかって何チーム作れるんだろう、サッカーチームがすげえな。ちなみに安田さんはどうされてましたか？僕はね、高校3年生で受験生だったんですよね、よくよく考えれば、よくよく考えれば全然覚えてないけど、あのその年の11月でしょ、で2月とかに受験あったんですか、受験勉強してるはずなんですけど、多分その試合見てるんで中途半端に勉強した結果、関東学院大学に入学した。いや20年前の思い出そこですか？その岡本さんが考える勝負の一戦、まあ、すごい勝負の一戦だったわけじゃないですか、その心得っていうのはどういうふうに持たれてますか？まあ、あの時の状況とはまた今日っていうかね、今日の試合また違うと思いますけど、もう開き直るというか、もうアホになるというか、なんかあんまりこう格好をつけるというよりも、とにかくもうアホになって無心でやることが一番だと思うので、あんまりこう余計なこと考えずに、もうとにかく試合にやっぱりこう入っていくっていう、もう無駄なことは考えない、でも本当にボールが一つしかないんで、もうそれに集中するっていうことだけ思ってればいいプレーできるんじゃないかなと。先ほどあの岡田監督に肩を叩かれて、入れてこいっていうふうに一言言われたっていう話でしたけど、その時のこう入っていく気持ちとかってどんな感じだったんですか？
いやもうね何も覚えてないですもうそうなんだ。ずっとスローモーションだったんで、うわすげえ、もう究極だったんで、なんかこう何してんだろう、まあだから本当に中田秀はもう必ず裏に出てくるのもう分かってまして、大好きだったんでパスが、もう本能で、ヒデがボール持ってるから走ってたって感じ。そしたらもうボールが前に出てるみたいな、もう何にも考えてないですけど、もう本当に怖かったなっていうのもしか覚えてないですね。後々のいろんな番組で中田さんも、こう俺のパスについてこられるのは岡野さんだけだっていう話とかもいらっしゃいましたけど、その中田さんとの信頼関係っていうのはどういう感じだったんですか？もう本当にこう練習の時からもう必ずヒデとはコンビがものすごく合ってて、結構そのヒデから走ってとかセンタリングして誰かゴールとかって結構練習試合とかトレーニングマッチでも点入ってたんで、まあ本当に出た時は本当に楽しみにしてましたし、もうなんていうんですか、もうヒデが持つと犬のように走ってた、ただの飼い犬みたいな、飼い犬、はい、持ったら走ればなんとかなるみたいな、野人じゃなくて野犬ですねもはや。そうですそうです。なんか岡田監督に走れる選手、要は岡野さんを使った方がいいっていうこともすごく進言されていたっていうエピソードなんかもありましたが、はい、いかがですか？まあ本当にもう私が選ばれた理由ってのはもうそこなんで、走ることなんで、もうさ、それをもうピッチの上でやるっていうのがもう私がもう求められてるものなんで、そんな別に僕が格好つけたプレーしたって何にも意味ないんで、もうとにかく全力でもう走るっていうのが、もうそれだけで呼ばれてるのも分かってましたし、だからが、それはだけはやらなきゃなっていう。あの当時の映像を今振り返ってみてもめちゃくちゃ岡野さん早いんですよね。早い。もうね、今コメントにも一人スルーパスってありましたけどね。自分でパス出して自分で決めに行くっていうのがすごい印象的ですもんね。岡野さんがこいつ早いなって思った選手とかっていたりするんですか？まあ、日本代表で一緒にやってた時に言えば、柳本ディフェンスで、あんまりイメージはないですね。めちゃくちゃ速いみたいなイメージはない。なんか追いついてくれてくるから一緒にこう、なかなか、置き去りできないなと。ババンギだってありますけど、いやババンギだは僕アヤックスの時にやったことあって、まあ勝ちましたね。うわすげえ。ババンギだより速い。ババンギだはちょっとそう上から見てたら相当速いんですよ。速いですね。すげえなと思ったんですけど、一緒にやるじゃないですか。でバーッとスルーパスで2人で追いかけたら余裕で勝ちましたね。余裕で。いやババンギだってもう伝説的なゲームで一番速いだから、そう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 、だから相当速いなと思ったんですけど、見てたらで一緒に走ったら、あ勝っちゃったみたいな。すごい、すげえな、すごい、すごい。タイムとか当時そのタイムとか測ったりとかってことあるんですか？でもサッカーの練習であんまりその測ることはないんで、100m だから本当に大学の時にその授業で 100m 測る時があって、その時にバスケットシューズで走ったのが10秒8だったんです。バッシュで、その時にバッシュで10秒8、その時初めてこんなに足が速いんだって知りました。10秒8だったら世界陸上で勝てますか？そうですかね。本当にそれですか？日本代表の今だからやっと今10秒台に行くかもしれないって。そうですそうですそうです。岡野さんあと2年頑張って、多分世界陸上2年後の出られるよ絶対。多分だってその走るためのトレーニング、例えばスタートを切る時のトレーニングとか全くされずに、ただ単にバッシュで走ったっていうだけの話、それで10秒8はちょっとやばいですよね。やっぱりまたこう多分 100m だけ追求するのはまた違うんでしょうけどね。そうでしょうけど、ほんで多分ボールが前にあるから、こうそれに追いつこうって言って走ってる多分。今この話聞いた瞬間、多分水野アシックスナイキが靴を開発してる。岡野さん用の靴なら絶対開発してる。いや絶対そう、今もう恐ろしいもん今聞いてて。すごい。すごい。それを考えるとやっぱり延長に入ってから岡野さんのような選手が入ってくるって、相手選手のことを考えたらすごくかき回されますよね。うん、ですかね。だから本当絶妙のタイミングで本当投入されたっていうのはあるかもしれないですね。だってあのピッチの中でダントツに速かったですからね、あれ見るともう嫌だよねあれ。相手僕相手チームだったら頼むから足ちょっとどうにかなって本当に無理だよ今これだけ延長に入って足と追いつくのはもう絶対。コメントで何回かボルトの転向についてすごいこれボルトいけんじゃないかと逆に。そうね。いやでもその中で
先ほどもちょっと数回外されてどんどんプレッシャーがって話あったんですが、あの今とはやっぱり違うなと思うのがゴールデンゴール方式、決めどちらか決めたら終わりっていう、で今は延長やりきるじゃないですか、そのゴールデンゴール方式についてはどうでした？恐ろしいルールを考えましたね。いやもう本当に多分日本代表というかもうイランの選手も本当に多分もう国に帰れないみたいな思いで多分やってて、入れられたら終わりっていうすごい恐ろしいルールだと思いますね。やっぱ15分15分だとまあ1点取られてもまだもしかしたらチャンスあるかもと思いますけど、入れられたら終わりって言って、であれもなんかちょっと後から聞いた話で、レフリーもなんか忘れてたらしく、僕らが入れたじゃないですか、わーって喜んでたじゃないですか、したらまたイランがボールを真ん中に持ってきて、始めようとしてたって言ってました。ね、だからもうそれぐらいまあ向こう駆け引きだったのかわかんないです。審判もだから、早く早く戻ってみたいにちょっとなったんですけど、協会の方が、日本の協会の方が、いや終わりだろうみたいになったっていうのは後から聞いた話ですよね。このタイミングで、イランはもう真ん中にボールセットしてたってちょっと聞いたことありましたけどね。これあの岡野さんのゴールが入る前に相手にビッグチャンスがあって、クロスに対してもう合わせるだけみたいな、そうそうそう、あのシーンやばくなかったですか？あれがね、また外したのがダエー、そうですね、ダエーさんだ、そうか、もう彼はすごかったですから、もう彼もうあれもスローモーションであの見てました。ああもう人生終わったって言ったら上にボール外れてた。すげえ、それはもう本当に合わせるだけみたいなことでふわってね、だから大栄がまさかああいうの外すと思わなかったですけど、もうあれは人生終わったと思いましたね。それだけ相手選手もプレッシャーがあった、かけるものがすごかったんですよね。あったと思いますね。まあ本当にこう本当に後からこう20年経ちましたけど、後からいろんな話がね入ってくるんですよ。相手のゴールキーパーも大変だったみたいですね。あのシーンあるじゃないですか、最後の、あれキーパーは実はキャッチできたらしいんですよ、本当は、でも時間稼ぎをしててもう PK 戦を狙ってたんですよ、で PK を狙ってたんで、弾いてこう痛がる、弾いて痛がるって続けてて、あれも実はキャッチできたんですけど、弾いて取ろうと思ったら僕はいたんですよ、だからキーパー口開けてますよ。うわ、だから結構大変だったって言ってました。帰った後にもう泣き崩れて、もう毎回あの監督、この時の監督さんに毎日泣きながら電話があって、俺のせいだ俺のせいだみたいな、でもこの後ねイラン出ましたからね、いやそうですよね、だからすごいなと、これ弾いた時岡野さん反応して前言ってるんですけど、ディフェンダー追ってなかったですね。そう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 、だからねこれね、あの私はなんかさっきも言いましたけど、中田秀が持ったら必ず信じて走った、あの時もう秀がドリブル始まったんで出てくるかなと思って走ったら、もうさすがに信頼してないですよね、シュートに変えたわけだけど、それをもしかしたら出てくるかなって反応してたんで、あそこに、だからキーパーもまさか来てると思わなかったんで、口開けてあーって顔して目が合ったの、すごい覚えてます。だからまさに野犬が野人になった瞬間ですよ。すごい進化したわけですよ。そうですね、すごい、すげえな、すごい、いやこのシーンのね写真だけでも、いや本当にね、伝わるものがありますが、やっぱり何度聞いても、そしてこの後これが20年前ということで、ここから日本代表っていうのは一度もワールドカップ出場を逃すことなく出場していますが、皆さんのアジア最終予選の思い出話とかも聞いていきたいんですが、私はやっぱりこうアジア最終予選、もうワールドカップに出られるものだと思ってもう見ているところがすごく多くて、こんな話言ったらあれなんですけど、もう出るのは当たり前、出てからグループステージをどう突破するか、どこまでいけるのかっていうところに関心がちょっといってる部分がだいぶあったので、今回ちょっと苦戦をしてるっていうふうに言われ始めて、あれもしかして出られない可能性っていうのがあるのかもしれないって初めてそこで思ったぐらいなんですが、皆さんそのアジア最終予選に関する思い出っていかがですか？うわこれ思い出、まあ、全力さんなんかもうほぼゲームは行ってるわけですよね、あそうですね、はい、どうですかご自身で見た中で、はい、相当覚えてるこれの時はとかなってました？
今回ですか、まあ、今回でもそうですし今までも4年前のオーストラリア戦ですね、うん、あーやっぱりあれは、はい、あんま覚えてないんですけど、うん、あんま覚えてない覚えてない全く岡野さんと同じ状況になってスロー、スローで見えたでしょ覚えてない分だけなんか印象に残ってますねあ どんな気持ちもうなんか真っ白になってる感じだったんですかもうそのなんかいや、それも覚えてないですねスリートがなんかとりあえず終わってたって感じすごいもうそんな感じだったんだはいはあ、こあまさにほらこの瞬間でしょそうですね真ん中にいやこれも覚えてないですね何してたんですか、なんか行って失点したシーンは覚えてるんですよそこで気持ち高まったのは覚えてはいるんですけどそっからもう記憶ないですねうわじゃあもうとにかく応援で何とかしようっていう、はい、追いつこうっていうふうに思ったのは覚えてはいるんですけどーすげえもうそれがあの雰囲気を作ったわけですよねそのシーンは通すなんか私この PK の時に、うん、あのアジアカップの PK 戦、うん、決勝の、うん、あれも思い出すぐらいちょっとこうピリピリした緊張感がありましたね、うんうん、小庭さんいかがですか、うん、いや僕はどうしてもねやっぱりねこうサッカーってやっぱ本当に国と国のまさにこの岡野さんが言ってる戦争って言い方をされてましたけど、うん、本当にそれぐらいの感じになるだから僕は無観客試合とかさ、うん、ああいうのとかもうなんかこんなことが起きちゃうんだなっていうサッカーの凄さと、うんまあ、ある意味サッカーってそれだけ心を動かすスポーツ、うんうんまあ、一応世界一のやっぱりスポーツですから、うん、人口も多いし、うん、そういうところででもその時のやっぱりサポーターの皆さんが外側で応援しながら、うん、電話かなんかでこうやって、うん、今入ったってうわーとかってやってるのとかもうあれもドラマでしょ、うんうん、もう試合だけじゃなくて、はい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 、ねでまさに岡野さんだからそのインターネットとかがまだそんなに普及してないからこそ、はい、あえて電話で、うん、どうだったの今何多分あれテレビ見てる人間から多分電話をしてもらったってことですよ多分 ね、はい、入ったって状況が分かってない言ってるのにねそうああいうのとかもなんか思い出に残るなっていう、うん、アジアならではっていうか、うん、なんかそんな気がするんですよね、うん、安田さんはいやでもかぶっちゃうんだけど、うん、4年前のやっぱオーストラリア戦はねやっぱその古くは2006年のワールドカップでグループリーグで対戦してあの逆転負けを喫した相手でありそこでワールドカップをかけてまあ大一番で戦ってでこれが今回とねなんと一緒でねホームでオーストラリアとやるっていうのを今日のカードが決まってねあのやるっていうのがなんか分かった時にやっぱこれを思い出すあこの T シャツねちょっとなんかね因縁めいたものを感じますよねオーストラリアとは、うん、で本来で言えばそのアジアじゃないそうですねオセアニア、うん、そうそうそう、それがねレギュレーションが変わってアジア枠に組み込まれてっていう、うん、ねっていうのもねなんか面白いけど、うんうんうん、そうだよな岡野さんご自身はどうですか、はい、その選手としてじゃなくてアジア最終予選を見る日本代表を見るっていう点では、うん、まあそうですね、まあ、まあ必ず見ますけど、うん、やはりどうしても私がもうずっともう忘れられないやっぱドーハの悲劇ですよ、ね、うわなんかこうなんていうんですかねもうサッカーって不思議と、まあ、ラスト5分とか、うん、ロスタイムとかになんかドラマが起こるというか、うん、なんか不思議ですよね本当にその、うん、怖いスポーツだなと、うん、もうその一点でみんな人生が変わったり、うんうん、するんで非常に恐ろしいスポーツだなっていうのはそこの、そのドーハの時に、うん、まあ岡野さんがご自身が4年後にそのワールドカップをかけて戦うとか、うん、なんかそういうのはなんか例えば自分は日本代表に入ってやるぞとか思ってたのか、はい、まさかなのかその時はどう思ってたんですか全然まさかですだって私高校もサッカー部なくて作ったで大学も最初選択係で入ってそこ、ね、からこうなっていくんですけど、はい、まず J リーグがまずできてなかったですし、はい、で途中から J リーグができて、はい、で私なんかも絶対 J リーグなんか誘ってもらえないから、はい、まあなんか六本木かなんかで、はい、ちょっと勉強してあのバーテンダーを目指したぐらいだったんで、はい、まさかその次の大会に出場するなんていうのは全く思ってないですねその時は どうしてたんですかその時は大学生で大学サッカーで寮で見てました、はいはいはい、でもう勝つ瞬間見なかったんでトイレ行ったんですよ、はい、ロスタイム、はい、でトイレ行ったらみんなが「おーい!」とか言って「どうしたの?」って言ったら入れられて、もうがっかりしたの覚えてますね、それが4
4年後にワールドカップ出場を決めるっていうのはすごいストーリーですよね。本当にすごいですよね。シンデレラストーリーですよね。岡野さんにシンデレラストーリーっていうのもシンデレラです。野人ですよね。すげえなー。いやー本当にすごいですよね。いやそして、せっかくなのでこう番組を代表して皆さんからこう今の日本代表に向けてこうメッセージというか、うんうん、今の日本代表に向けて伝えたいことをぜひそれぞれ伺っていきたいんですけど、うん、まずは小庭さん、はい、いやもうねもういろんなことやっぱりもうねサポーターの皆さんがどん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 やっぱり超えてきて、うんうんうん、いろんなことを皆さんが言うようになってきてるじゃないですか、はい、だから今回もそのシステムがいきなり急変更してくるんじゃないかっていうところで、うんうん、いろんな意見を出してる人もいらっしゃいますし、ね、はい、4-1-4-1になるかもしれない、はい、であとメンバーが変わってくるってことに対してもいろんなこと、うんうん、でもなんかそれだけ日本の皆さんが期待をしてる、やっぱり何かサッカーって日本の何かを変えてくれるとか、うん、日本を元気にしてくれるっていう思いをみんな託してる気がするんですよね、うん、だからなんか選手の皆さんは大変だと思います。それを背負うのは大変だと思いますけど、うん、まあ、ご自身がやっぱり一番最初サッカーってやっぱ面白いなっていう気持ちをなんかやっぱ持っていただきながら、うん、それをなんか躍動する姿を僕たちに見せていただくだけで僕たちはなんかすごく満足というか、あんなに楽しくサッカーやってて気づいたらワールドカップに行っちゃったよっていう感じになってくれてもいいのかなって、じゃあもちろんね大河野さんとかもいやいや出たくない出たくないっていうぐらい大変だったのは分かってますけど、でもなんか僕たちはそういう気持ちをねちょっと上げれるようにちょっとなんかやわりね見る感じにしてあげたらいいのかなって思います。なんかだから楽しくサッカーをやってほしいです。はい、そうですよね。その直前にこうシステムが変わるかもしれないっていうシステムの変更とかって選手としてはどういう気分なんですか。いやでももうピッチに立てるだけでも幸せだと思わなきゃいけないんで、うん、まあ、日本代表レベルになれば、うん、日本代表のレベルでしたら、うん、結構対応できる力あると思うので、うん、もう本当に言われたらそれで、うん、もう全力でやるしかないんで、うんうん、はい、今コメントでもこう情報戦かなっていうコメントがあったんですけど、まあ、敵を欺く可能性もありますし、うん、まあね、いろんな情報が入ってきちゃう今の時代だから、よく皆さんご存知で、さすがね、やっぱり僕らの時本当にジョホールバルのそれこそ今言われてましたけど、はい、情報戦って言われてますけど、はいはい、アジシが試合前に車椅子乗ってそう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 怪我したぞと、そう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 、アジシ怪我したぞって、あれ出ないのかななんて一番ピンピンしてましたやっぱりそういう情報戦っていうのは聞きますか。うん、まあ、今はもう本当にこういう情報が入ってくるようになったんですが、うん、あの当時は聞いたかもしれないあれは本当に日本を騙そうとして、うん、あの姿で出てきたんですかね、うん、そうでしょうね、まあ、必死だったんだけど、まあ、そういうことですね、出てくるんだよね、はい、そういうものがね、はいはい、そして全力さんからもサポーター代表として、はい、うん、まず今夜の試合、うん、まあ、6万数千に集まるとは思うんですけど、うん、そのサポーター全員でサイスターすごい雰囲気にして後押しをしていきます、はい、うん、頑張ります、はい、頑張りましょう、はい、我々サポーターもね頑張らないといけないですね、うん、はい、さあそして岡野さんからも今の代表向けてメッセージいただいてもいいですか。もう本当に日本の何ですかね、国旗を背負ってますから、うん、もうとにかくこう、もうとにかく気持ちを持ってやってくれれば、うん、絶対勝てると思うんで、うん、もうそこだけです。もう本当勝つって気持ちだけでやってくれればいいと思います、はい、ありがとうございます、はい、さあそして特集の最後にですね、今日の試合の勝敗予想をしていきたいと思います。これはアンケートを実際にニコ生の方で3択で取りたいと思います、うん、まずは日本が勝ち、オーストラリアの勝ち、そして引き分けの3択で出したいと思います。じゃあ皆さん、ニコ生ご覧の皆さんはぜひアンケートに答えていただきたいと思います、うん、お願いします。皆さんはもちろん日本勝ち、まあ勝つ方だ、そりゃ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 もちろん勝ちます。1連打ですよ、1連打、はい、連打です、連打ですね、どういう試合展開になりそうですか。もうあんま気にならない、もうあ、もはやもう1だけ、結果だけ、はい、なるほど、分かりますそうまあね、早い段階で先制点取ってほしいかなぐらいの、そうなんですよね、まあ、引き分けでいいとは言ってもね、やっぱ勝ってね、うん、
やっぱ出てほしいな ね、 気持ちとしてはそうですね。ホームで勝って決めるっていうのが一番気持ちいいですよね、うん、そうですね。まあ私としたらもう劇的が欲しいですけど、やってる方は大変ですけど、やっぱりどうしてもなんかそうですね、もうね、なんかそういうの見てみたいですね。はい、お母さん、それはね、職業病ですよ。ここまで来ると職業病。そうね、もう普通じゃ物足りないからね。そうそうそう、刺激が欲しくなっちゃって。じゃあなんなら先制点入れられたいくらいな盛り上がりを考える。そうですね、もうそれでもう最後の最後にカーンと決まってみんなでうわーっとなるという。で、誰かのシュートをゴールキーパーが弾いてそこに浅野さんが入ってくるっていう。おい、2代目岡のシューメーカーっていうね、もうそういう感じ。もう岡野さんしか言えないそんなの。じゃあそろそろアンケート結果いきましょうか。大丈夫ですか。じゃあ結果はこちらです、どうぞ。おお、でもね、なんかこれね、僕ね、リアルだと思うんだよ。いろんなもののリアルさを僕感じんの。ニコ生以外の方にも、うん、YouTube ペリスコープの方にも読み上げますと、一、はい、番の日本勝ちが 73.9%、うん、そして引き分けが 19.5%、うん、そしてなんとオーストラリアが勝つと思っている方が 6.5% いらっしゃいます。ニコ生ご覧になってるオーストラリア人の方かもしれないですね。そうね、でも引き分けも意外と多いですね、 20%。 いや、そういうことなんだよな、多分な。なんかやっぱりね、分かってる人もいっぱいいると思うし、いろんなことがね、多分やっぱ超えてるっていうあれで、本当に多分真剣に考えたのと、本気ありがとう、本気ありがとう、本気ありがとう、ふざけじゃなくて本気ありがとう。そうですよね、ちょっとね、いろんな展開がまだまだありますよ、ね、やるよ、ね、そうね、だからこの試合がダメでも次があり、はい、次が仮にダメだったとしてもプレーオフがありっていうのは一応あるにはあるからね、はい、うん、どんどん追い込んでいきますね。まずは今日の19時35分キックオフのオーストラリア戦、ぜひ皆さん一丸となって応援しましょう。ということで以上特集です。ここで一旦 CM です。マリ、今日突破なんでそのまま上がるわ。お疲れです。ね、今日うち来ない？一緒に突破しない？もう全然終わんない。突破までに宿題終わらせるんだろ？ほら、頑張れ。パパ手伝ったらダメよ。はい。ワールドカップ決定戦、夢の切符を手にしました。アジア突破の瞬間は4年に一度のパーティーだ。アジ行こうぜ、待ってこっちは。気をつけろよ。あれも突破ですか。すいません、突破で混んでて。お疲れ様です。お疲れ様です。突破しなくていいんですか。突破しようぜ。勝てばワールドカップ日本対オーストラリア8月31日。でございます。今日は岡野さんにたっぷりお話を伺いましたが、実は私あの2004年ぐらいから浦和レッズの試合、あの時の当時すごいサイスタとかに行っていて、岡野さんの試合も全然見ていて、はい、あのよく私渋谷、学校が青山学院だったので、はい、渋谷だったんですけど、はい、渋谷でよく岡野さんの目撃情報っていうのがありまして、懐かしい。そうです、あの渋谷カモとかだったんですかね、にいらした時に、私の同級生結構お会いしたりとかしてて、あのその当時の勝手な流行りなんですけど、岡野さんと私の友人のツーショットが私の写真の携帯にいっぱい送られてでも私は一度も遭遇できないっていう。そりゃそうでしょ。もうそれはね、走ってますからシュッシュッて構えたちみたいなもんですから、ね、3,4 回そういうことがあって今日だから同じこう枠内に移れてすごい嬉しい。12年ぐらい経ってやっとこの岡野さんと同じ画面に映れたと思って結構ドキドキしておりました。なんかナンパとか言ってなわけないでしょ本当に。いやいや、青学生ってのはね、青学男子をたくさんあの写真一緒に撮っていただいてた。男子ね、はい、男子、はい、女性だとみんな持ってたそう、男子結構そうなんですよ。はい、ということですいませんお話してしまいましたが、はい、エンディングとなります。岡野さん、告知とかありますでしょうか。今日はシナガプリーズで、はい、パブリック、うんっていうか何ですか、そうですね、そうですね、あるんで今日川口義勝と、うわすごい、あの解説しながら一緒に戦った仲間と、サポーターの皆さんと、見るんで、すごい、すごい、
うわー、もう川口さんいたらまた神の手セーブの話とか聞きたくなるよね。止めたなっつってね。まあ、ぜひね、買ってもう買ってほしいです。はい。はい、ですね、うん。ちなみに今もうね、今日も鳥取から来られて、はいはい、鳥取の方もね。そうですね、もうガイナレも頑張らなきゃいけないですね。うん、だからまたこれ今日でいい試合見せてもらって、うんうん、うちの選手にも、うんうん、俺らもあそこまで行きたいなと思わせるような試合をしてほしいなと思います。はい。さあ、そして小庭さんも告知なってますでしょうか。はい、多分ですね、この後多分試合が終わった後テレビ朝日さんでは多分ゴン中山さんが出ると思うので、多分ゴンさん的にはぜひ報道ステーション見てください。中山語ってますとかっていうのもぜひ報道ステーションを見ていただいて、で私もですね、今日はなんと神奈川県サッカー協会の方からですね、チケットをちゃんと買わせていただいて、はっきり言います、7列目で見てます。7列目、結構前だ。カテゴリー1の7列目、今日1万8000以上振り込みしてきました、ちゃんと自腹でちゃんと行きますから。ぜひお声掛けください。そうですね、ぜひね、サポーターの皆さんも小庭さん見かけたらお声掛けしてもいいですか。もちろんです、もちろんです。本気になればって言ってますから、ちょっと本気になれば、本気になれば、本気になれば。これは心強いですね、はい。さあ、そして実際スタジアムに行かれる全力さんからもちょっとユニフォーム変わられましたが、はい、はい、告知があるんですよね。あ、そうですね、はい、実は私今回、モバサカさんの、はい、チャンピオンズマネージャーの、全力応援サポーターの方に就任させていただきました。すごい。これから全力で、はい、モバサカチーを応援してまいります。お願いします。すごい。VTR があるんだ。モバサカの VTR、 はい、モバサカチャンピオンズマネージャー、実況倉敷でお伝えしています。コーナーキックです。誰に合わせるか。センターに入れたヘディングでクリア、セカンドボールを拾う。ここからカウンターです。前方にスペースがある。かわして、遠いサイド上がってくる選手がいます。これが見えた。ラブリーなパス、美しいトラップ、縦にえぐればチャンスになります。アタッキングエリアの中、ラストパスを出す選手を探す。ここだ、ダイレクトでシュートゲット。モバサカチャンピオンズマネージャー、事前登録受付中。かっこいい CM ですね、うんうん。はい、こちらですね、全世界で230万ダウンロードを突破した大人気ゲーム、はい、モバサカチャンピオンズマネージャーがついに日本に上陸します。リアルなサッカーをコンセプトに、現役の選手が実名実写で登場し、戦術や試合の展開をプレイヤー自らが選択決断をしていく本格戦略サッカーシミュレーションゲームとなっています。うん、これで今、事前登録をしてもらいますと、ゲームリリース時に高レアリティのバイエルン選手がゲットできて、でなおかつ、レバンドフスキの、サイン入りユニフォームがもらえるチャンスです。そうです、はい、うわ、すごい。でさらに、はい、8万人の事前登録者突破を記念しまして、うん、総額100万円がもらえるキャンペーンが本日スタートしました。いっぱいもらえすぎて大丈夫ですか。はい、皆さんでモバサカを全力応援して豪華商品をゲットしましょう。すごーい、すごーい。ゲームをずっとやってて、めちゃくちゃ選手揃えてるんですけど、実際にこう操作できるゲームも出たらしいですね。へえ、はい、じゃあもうまさに今このタイミングでやればいっぱい景品ももらえるということで、はい、はい、そうか、自分は明日から試合終わったら今日まだ試合してて、はい、そうですね、私もじゃあ明日からやります。はい、そしてですね、番組からの告知もこちらでさせていただきます。まずはですね、何度も言っています通り、本日はいよいよオーストラリア戦キックオフということで、なんとキックオフ直前にも番組を放送いたします。キックオフ前30分前の19時から CM フェスティバルを放送します。これは何かと言いますとですね、日本代表のかっこいい CM を試合開始前にたくさん見て、キックオフ前にテンションを上げようぜという企画でございます。まあ、ちょっとね、安直な感じはしますけど、でも上がるのよ、見てるから。そう、上がるんですよね。うん、さっきね、あのテレビ朝日さんから提供いただいた CM もすごいかっこいいですね。そうですよ、岡野さんがトッパーって言ってますから。できるような気がする。うん、
そしてですね、いろんな企業の日本代表のプロモーションムービーを集めていますので、スタジアムに行けないという方もですね、自宅でぜひこの CM フェスティバルで盛り上がってキックオフに備えていただけたればと思います。さらにさらに、オーストラリア戦終了後21時30分からは毎度おなじみ全選手通信簿を放送いたします。いつもは試合の翌日に放送している全選手通信簿なんですが、今回はあえて試合直後にお届けしたいと思います。MC はサッカーキングの伊藤編集長、そしてアシスタントは立花ゆりかさんでお送りします。こちらももう試合見たらすぐに皆さんで通信簿をおさらいというかですね、していただきたいと思います。そして冒頭でもお話しいたしました、本日23時からは移籍情報徹底追跡真夜中のデッドラインで実況を放送いたします。もう今日は盛りだくさんですね、夜まで。日本代表運命の一戦の後は欧州主要リーグの移籍ウィンドウが閉まるデッドラインデーの移籍情報を徹底的に追跡します。もう吐きそうですよ、ね、もう吐きそうですよ。本当にマーライオンが出てきますね。もうね、朝までゆるくとか言ってらんないですよ。そうですね、きつくですね、きつくね、全然ゆるくないから本当に4時ぐらいまでやる。4時ぐらいまで楽しいね。じゃあゆるくした方がいいです。見てる方が疲れちゃうから。どなたがやられるんですかこれ。小松とミッシーが。おお、朝の4時まで。ディープですね。なるほど、ぜひそちらの方もご覧くださいませ。そしてなんと今週はこの日本代表応援ウィークということで、最終日の明日締めくくっていただきますのは、すでに告知している通りセルジオエチゴさんの登場です。いやセルジオさんはもうね、どんな時でも辛口という感じがしますが、選手の立場からセルジオさんってのこう辛口ってね、勝つっていうのはどう受け止めてらっしゃいました？いやでも本当にすごい言ってることが、うんうん、分かりやすいというか、うんうん、すごいおっしゃる通りだなってことが多いんで、はい、もう私たちも散々辛口で言われたんで実際に、でも本当にこう思いがあって言われてる方なんでね、本当にそれはあの方しか言えないことなんで、うん、そうですよね、はい、愛のあるご指摘というか、ね、お叱りも、はい、うん、楽しいところですが、明日ね、うん、今日の結果によってどういう、うん、まあ、論調になるのか楽しみなんですが、明日はセルジオ越後さん、そしてサッカーライターの北条聡さんをお招きいたしまして、オーストラリア戦について徹底的に討論していただきます。果たして放送日となる1日、日本代表は6大会連続のワールドカップ出場を決めているのか、それともはたまた最終戦までもつれ込んでいるのか、かなりね、注目の内容になると思います。うん、MC はサッカーキング編集部のミッシーさん、そしてアシスタントは金曜レギュラーの長谷川優さんで1時間の生放送たっぷりお届けいたしますので、お楽しみにしていてください。さあ本日の番組は以上となります。岡野さん、本日はお越しいただきましてありがとうございます。どうもありがとうございました。あっという間の1時間でしたが、いかがでしたでしょうか。いや非常に楽しかったです。なんかこうあれですね、ワクワクしますね、今日。なんか今日の試合に向けてなんかこの、はい、出させていただいたことで、はい、またちょっとテンションが上がってきました、ね、ありがとうございます。はい、そして最後になりますが、今日試合を迎える日本代表、そして応援するサポーターに向けてもメッセージお願いできますでしょうか。いや本当にもう日本の中が皆さん一つになって、はい、日本代表を応援して、ね、決めましょう今日は、はいはい、ありがとうございます、はい、さあそして小庭さんもありがとうございました、はい、ありがとうございました。いや大変。これから僕も行きますよ本当に。まず最初の戦いは駐車場探しです。まずは駐車場探しです。結構大変だね。そこからのポジション取りが僕はもう始まってます。はい、ポジション大事。はい、全力さんもありがとうございました。ありがとうございます。今日頑張ってきてください。行ってきます。そして安田さんもありがとうございました。さあそれではですね、番組ももう最後ということで、せっかくなので最後は小庭さんの掛け声で気合を入れて番組締めたいと思います、はい、よろしいですか小庭さん。もちろんでございます。全力さんが来てて僕は本気さんです。ですので皆さん、今日はまさに運命の一戦でも、それは選手だけじゃない、君たちも運命の一戦でも、君たちならできる。おめでとう。ありがとうございました。負けそうだったらファブリーズで心の状態。